師匠、おい、この間私報告した動画あったじゃないですか。ありましたね。見られました？いかがでした？見たよ。あ、どうでした？めっちゃイライラした。何の動画かっつうと、はい、めっちゃ今更ながらなんですが、うん、いわゆる炎上シスターズ、はい、オンラインセーフティーフォーシスターズの、うん、立ち上げましたみたいな動画を見たんよ、うん、はい、弟子の報告があったのでね、はい、これは10月20日のライブ配信の模様なんですが、うん、はい、見たわ。1時間34分あるんで全部は見てないけど、うんうん、飛ばし飛ばし要所要所的な感じで、この人は何言うてる、この人は何言うてるみたいな感じで見たんやけど、はい、めっちゃイライラ、めっちゃ飛ばしたけどめっちゃイライラした。もうほんま今もうストレスマックスぐらいもうイライラしてる。ほんまな、これね、はい、津田大介っていう人物がいるんやけど、はい、弟子は知らんかったみたいけどな、はい、ここに来てる常連さんは多分知ってると思うんやけど、多くの方が、まあ、いわゆる金髪豚野郎な、金髪豚野郎やねこいつが、まあ、誹謗中傷ですねこれ。俺ちょっと誹謗中傷してしまいましたか、金髪豚野郎こいつなんやけど、俺な、うん、すまん、俺多分俺世界で一番嫌いな人物かもしれない。そんなにですか。津田大介、だから夏子さんとか石川由美さんとか、うん、菱山さんとか、うん、まあいろいろ言ってっけど、うん、その人らもう足元に及ばんぐらい俺こいつ嫌い。津田大介ぐらい、もうそいつがやってるチャンネルやねんな、うん、これポリタス TV っていう、うんうん、もうだからお察しやわな、こいつがやってるチャンネルでこいつが MC っていう段階で。それでさ、その菱山さん、石川さん、伊勢名さん、山田さんっていう4人、だから炎上シスターズの4人が出てきてんねんけどさ、うん、俺も勝手なこと言うてんねん、また勝手なこと言うてんねんけどさ、でだからそれぞれがこんな誹謗中傷にあってますみたいなこと言ってんねんか、うん、夏子はんなんてまださ電車に乗れませんでした言うてからな、私が電車に乗れなかったけどでとか言って、いや何回も言うけど何回も言うけど、お前電車には乗れたよね、うん、乗れてなくないよね電車には乗れたよね、そこの客観的な事実ははっきりしとこうやなあ、うん、それは客観、電車に、あ、JR の人も、うん、電車に乗るなとは言ってないから、うん、一言そんな、夏子はんが乗ろうとしたその出発点である小田原駅、うん、小田原駅でも電車に乗らんといてくださいとは一言も言ってないからな、うん、その小田原駅の駅員もな、うん、乗れたよね。だからその降りる先でどうするかこうするかっていうことで夏子はんがごねたから、その乗るまでに時間がかかったっていうだけの話だからな、うんうん、小田原駅の時点で JR の職員は乗らんといてくださいとは一言も言ってないからなそこを未だに言ってんのか、この10月20日の段階で、うん、未だに言うてやがんねこの夏子は。俺でそれで誹謗中傷かでうわうわうわみたいなこと言っとって、いやいやイライラ、なんで石川由美は石川由美でなんか こんなこと言われて、コロナで石川由美をいねえとか、そんな書き込みをされてるんですとかさ、うん、で菱山さんは菱山でこんなひどいこと言われてるんですって、私はってフェミニズムを広めようとしてるだけ、女性差別を訴えてるだけなのにこんなひどいこと、あのさほんまにさ、なんちゅうたらいいのかな、そう誹謗中傷な、うん、されてもしょうがないっていう気はないわ、うん、そりゃしたやつが悪いと思うわ、うん、そんなことな。でもなんちゅうたらいいのかな、そんなもん不可能
能やんけ、止めるとかよ、うん、でも不可能やと分かってんやろ、だからこの人らも、はい、で罰したいんやろ、うん、要するに止めよう、まあだから罰することで止めようと思ってんのかもしれんけど、まず罰を与えたいんやわな、うん、そこなんよな、それがまあまあんなできるわけないやん、キリないやけど、そんなもんな、例えばなんかこいつらやってることで、夏子はんに関して例えばさ、うん、さっき言ったみたいに夏子はんは電車乗れたよねって言ったとするやん、はい、それも夏子はんにとっては誹謗中傷なんやろ、うん、だって客観的な事実やんけな、お前、うん、電車には乗れたよねっていう、うん、そのいうのは間違いないもう事実やし、それをさ誹謗中傷やって取るんやったらもうどうしようもないんやけどな、はい、あでもそれを罰する世の中にしようとしてんやろこいつらは、うん、ディストピア、はいディストピア来たよ、はい切った朝鮮、はいなあほんまにエリトリア現在でもあるんですよそういうねディストピアは、エリトリアっていうとこがあってな、まあそこはまた詳しく、はい、うんうん、北朝鮮よりひどいと言われてるエリトリアっていう国があって、アフリカに超ディストピアなんやけど、はい、ほんまそういう世の中をも求めてんやろ、でもそういう世の中だったらこいつらも無事では済まへんねんけどな、都合いいことを言うてっから、うん、都合のいい考えしてっから私たちは大丈夫と思っとんねん、私たちだけ、私だけは大丈夫、私は正義と思っとんやろ、ほんま分かってないよな、うん、だってさそんなもんさ、やっぱ菱山さんとか球場守れとかいうこと言ってるわけやん、反発来るに決まってるやんけそんなもんな、そんな反発来るに決まってるような主張をして反発来たら誹謗中傷ってそれはないんちゃう、うん、じゃあやめとけやっていうそんなこと言うのよ、当たり前やんけ、くんのそんな球場がどうのこうのなんて微妙なこと言ってたらさ、まあ、俺はもう球場はもうなくせっていう立場を取ってるんでそういう意見やし、あそれはそれでその球場を守れ側から攻撃は来てもしゃあないなと思ってるよ、まあ来たら来たでもうほっとくけどな、俺はどうでもええもんそんなそれをいちいち誹謗中傷だってこのこいつを罰す、この私この俺に誹謗中傷してきたやつを罰しろなんて思わへんわ俺、別にただ単にコメントを削除してはいはいって言ってはいはいって言うながら削除するだけの話で、なんかしゃあないよなある程度さ、例えば美味しいケーキ食べましたとかなんかインスタかなんか写真撮ってインスタに上げててお前はどうのこうのみたいな誹謗中傷されてたらそれはしゃあない、なんかってなんでケーキの写真上げてるだけで誹謗中傷されんのよってなるけど、この人らはある程度しょうがないよな、うん、そういうことしてんやもん、市民活動かとか言ってある程度なんかを変えようと思ってんやろ、うん、今あるものをなんか変えようとしてた、そういう反発来るに決まってるやんけ、それをさ誹謗中傷がない世の中なんてそんな都合のいいことはありません、夏子はんにしても別になんかわきまえないなんとかわきまえないなんとか目指してんやろ、わきまえへんかったら反発来るに決まっとるやんけ、あったるんやけそんなもんよ、それしかもなんか常識を逸脱したような行動してたら来るに決まってるやろがほんまにいつまでも電車に乗れなかった電車に乗れなかった、もう今日のエンディング決まりやな、これで電車に乗れなかった電車に乗れなかった言ってたらいつまでたってもそれあなた電車には乗れましたよねって言われるの当たり前でしょうが、で中には過激に言うてくるやつもおるでそらそれはええとは言わん、それはそいつらが悪いし、悪いけどそんなもん来るに決まってるやろそんなもんよそれが世の中や、そんなもんがなくなる世の中なんて不可能や、もしできたらそれこそ北朝鮮やエリトリアやディストピアな、わかった、うん、まあ届かへんと思うけどこの言ってることは、ほんで最後にこれ金髪豚野郎津田大輔こいつがさ誹謗中傷どうのこうの言うなんてもうほんまギャグでしかないねんけどどういうことかっつったらな、デシャは知らんやろから言うけどな、はい、表現の不自由点っていうのはあったん知ってる、何ですか、まあ、それも知らんねんな、表現の不自由点っていうやつがあって、うん、
はい、それを名古屋でやったんかな。それでそこから発展して名古、愛知県知事をリコールしようとかいう運動に発展したけど、そもそもはこいつの金髪豚野郎のせいやで、はい、まあ、表現の不自由点でいろいろさなんかあんねんけど、一番のあれは、うん、昭和天皇いるやん、はい、昭和天皇の画像というか、まあ、なんか写真かなんかを燃やすみたいな感じで、うん、そういう動画をアートやつって展示してたわけ。俺はな、その天皇陛下を侮辱するなんてなんて不敬なんだという気は全くない、うん、つうかさ、天皇がどうのこうの関係なくよ、うん、人の親とか人の祖父いやなわけやん。昭和天皇もさをさ侮辱するようなもん作ってアートって通じると思ってる神経がわからんわ。それは誰の親だよ。じゃあお前の親とかお前のじじいを金髪豚野郎よ、金髪豚野郎に言ってんねんけどさ、はい、これ金髪豚野郎自体も誹謗中傷なんかもしれんけどさ、もう別にええわ、うん、お前の親とか祖父を侮辱するようなもん作ってアートでーすって言ったらええのか。お前怒んやろ。それはそれで一般人と天皇は違うとか言うのか。まあ、言うやろな、こいつはダブスター上等なもうからこいつはさ、言ってしまうだ。YouTube 様でにも気は良くないんだけどさ、まあ絵はこれに広告使えんなら使えんなら別にええんだけど、ほんまな、そんなやつが、ほんで、そのアート作ったのはこの津田大輔じゃないんだけど、こいつはその表現の不自由点の監督かなんかそういう名目で、言ったらそのプロデューサー的な立場だったわけな。それでその、はい、昭和天皇の侮辱アートに対して批判来るやんけ、あれはどういうことやねんって言って何言ったか言ったら、まあ言っても今令和ですから平成昭和と遡っていわば2世代前のお方ですよね、だったら別に侮辱さえしてもいいんじゃないですかみたいなこと言いよってんで、そんなこと言いよってんで、そういう時間の問題にしよってんで、そのもう時間が経ってるし別にいいんじゃないですかみたいな、そんな言い訳だから何が言いたいかというと、そんなくだらんなんか言い訳で人を人って言ったらあかんのかもしれないです、天皇を侮辱したような人の親人の祖父を侮辱したようなものをアートやって言って、そんなしょうもない言い訳するようなやつが、はい、ネット上の誹謗中傷どうのこうのをよく言えたもんやなっていう、そのモヤモヤや、この動画を見たモヤモヤ、主にそこや。なるほど。その夏子はんとか石川さんが言ってることよりもそういうことの MC をこの金髪豚野郎がやってるっていうことが俺はもう最高にモヤモヤしてストレス溜まりっぱなしです。で今このストレスを発散してるつもりやけど張り切れん。以上です。はーい。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。乗車拒否されました。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。乗車拒否されました。電車に乗れませんでした。電車に乗れませんでした。電車に